はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずこのマップの左上のところにサブができてるんで、こいつをこなしていきましょう。ジョブが手に入るかな。またこいつか。どれ。ああ、上泉さんにもらったのよ。どっかで見たデザインだと思ったら、やっぱりね。これってどれ。昔から全然見えないんだけど。ちょっとした暇があると。ああ、そうそう。ふーん、どれどれ。傷も癒えたので、ここもう一通の手紙を。ラクリーカにいる私の教え子、以前初級剣術の極意なる通信教育の本を出版し、師匠の初級の極意ってなんだよ。手紙を届けてほしいのは、イアルキーという名のこの寄宿舎出身の新社会人。幼い頃に私の本を読んでいたらしく、イデアの遠縁の弟弟子といったところか。ラクリーカで動力推進本部というところに働き口が決まったと話していた。どうかこの手紙を届けてやってほしい。なるほど。このとりあえず、そう、それでは、そのイデア。よし、じゃあラクリーカに行くか。砂嵐も止まったみたいですしね。まあちょっと実際見てないんで、止まったのかどうかは分かんないですけど、まああのじいさんも死んじゃったんで大丈夫でしょう。行くぜ。しかもメインと重なってんな。皇帝陛下。うん。あ、忘れてたにゃ。砂嵐を止めて思いがけず。これでようやく動けますわね。時空のなんとかバーンのことも調べがついたにゃ。早速猫たちを向かう。よくやった、ミネット。ミネットは世界中の猫のことがわかるに。猫猫ネットワークでした。ん、猫使いの名も。では皇帝陛下。よかろう。ならばとっておきの私の猫も連れて。なんだ皇帝の猫って。え、いいのかにゃ。え、それじゃあ。ミネットゴルですが、任務の重要。ジャンも今の任務が終わり次第。そうだな。時空の羅針盤。まあいいや、とりあえず上ですね。ラクリーカ行きましょう。入れんの？この前入れなかったし、ラクリーカ。普通に入れるようになってるし。とりあえず武器をちょっと見てみますか。お金あったかな。2600。わ、ミスリルソードとかがある。ミスリル系だ。いいね、攻撃力結構上がるし。1000円か、高いな。魔法もちょっと見たいからな。どこだ、こっちか。あ、エスナとレイズがある。これはちょっと買っとこう。あ、ケアルラ買っとこう。レイズが買えない。あ、結構いいな。ブリザラとファイラもある。うわ、金が全然足りない。まあとりあえずじゃあサブを進めますか。どっかでお金貯めとレベル上げとかした方がいいかな。この家の中か。こいつか。ここはラクリーカ動力推進本部。イアルキー。イアルキーになんね。やつならきっと次世代動力歯車にいるよ。次世代動力。エリートだか四つ星様だか知らねえが、あんな開いたきゃ大風車航空に行ってみな。どこだそれは。これマジお使いだな。めっちゃいろんなとこ回される。あっちか今度は。
あれなんかいけねえ。さあ急げ。なんかもう少しダッシュみたいなのはないよね。うわ、なんか変な、またカプカプメーカーとかの出しちゃったよ。あ、ここか。こっちに話してみよう。意味なかったし。敵とか出んのこれ。もうダメ。そもそもヘトヘトで。あんたが、私はイデア姉弟子。私も剣聖神泉から剣。そうですか。大丈夫。で、毎日ブラック企業ですね。先月イスタンタールを卒業して、ここラクリーカ動力、それなりにいい成績でしたので。聞いたよ、四つ星なんだってね。四つ星がどれくらいすごいんだかいまいちわかんないな。専攻は魔法学を。召喚魔法。召喚魔法の研究をして。召喚魔法。毎日毎日この手押し歯車を回す日々。この手押し歯車を回してるの？でも次世代動力歯車、風が止んでしまった時のための動力確保策、僕に与えられたのは確かそんな。こんなことならあの森でもう少しで、もう少しで伝説の召喚魔法アマテラス。伝説の召喚魔法だから伝説なんですよ。100年以上前、たった一度の召喚霊が残っ、その後誰一人として、もしその召喚に成功できたら僕の名は。なのに見てください。でも本当にあるの？アマテラスは絶対にあるわよ。決まってるじゃない。メフィリア。名前はすっかり忘れてたな。召喚師のアスタリスク所持者、召喚師メフィリア・ヴィーナス。元は広告軍ブラッドローズ特務隊の隊員として。そう、ヴィーナス三姉妹なんですよね。ヴィーナス三姉妹。バルキリーが欲しいな。バルキリーが心に深い傷を負い、精神を病んでいたが、姉妹に支えられ、果たして今はこんなところにいたのね。かわいさあ、私と一緒に森に。メフィリアさん、あなたの召喚魔法に対する情熱と豊富な知識、世紀の大召喚魔法、こんな薄暗いところで入って、ここに就職したんじゃねえのかよ。足まみれになってることなんてない。見なさい、この埃と油。そんな言い草はないんじゃない。イデア、しがらみにし、漫然と変わり続けることで人はすぐにぶ逃げてった。あ、エフィリア、どうします？あの上司って人に報告してやった方が。そうだね。マジか、職場放棄だぞこれ。解雇もんだ解雇。とりあえず上司に報告に行きましょう。うお、めんどくせえなマジでこれ。またここの往復か。うい、職場放棄したやつがいるぞ。でもあとメフィリアがいくら給料出すかっていうね。推進本部、私は次長の課長。次長の課長って重労働が辛すぎるって。研修だよ研修。そんな古くさ、どうせヘトヘトにして泣きを見せてから初めて褒めると。そうそう、ほらよく知ってるわね。脳みそが筋肉でできてるやつが多いとね。聖教騎士団も。そうですね、しごき、かわいがり、教育的指導。でも参ったな、こんなに早く辞めちまうとは思ってなかった。行き先に心ある。いや森だろ。確か履歴書に、履歴書、これだ。召喚魔法の研究のた、正気の森。よし、じゃあ正気の森へ。
行きたいけどどこだかわからん場所が。これこっちから出れんのかな。出れる。上か、正気の森は。正気の森、なんか毒になりそうだな、ここ。とりあえずエスナは買っといたかな。なんか普通に落っこってんだけど、アイテムが毒消しだしまさに毒になるぞって感じだな。これ何、毒の沼地みたいだな。これ何、なんでもないか。あれ、今エンカウント出ないになってんな。500円、よし。お金は重要だからな、本当に金がない。ファイラとか覚えてくればよかったかな。絶対こいつらファイラに弱いよ。精霊魔法ブレイジングでいくか。攻撃あるのに、うおー、眠らされる。全員かよ、しかも。うおー、一人しかいない。とりあえず優が起き上がった。倒せるか。うわー、めっちゃ外した。イデアもいけんな。攻撃しよう、これは。弱い。もう一回。おー、ギリギリ。まさか眠らせてくるとは。一応推奨レベル15から19か。なんとかなりそうだな。宝箱。目覚まし。これはどっちだ？右から行くか。お、青の宝箱。鍵はいつ手に入るんだろう。最後の鍵だか魔法の鍵だかわかんないけど。ゲッ、オーガが出てきてる。オーガじゃなくてトロルだし。ブレイブを連発して。結局トロルって雑魚的になってるし、いつの間にか。ブレイジング。もう結構タフだな。オッケー。レベル上がるのはいいけど、お金も欲しいんだよな。こっちなんかある？落っこってる。420円が落っこってた。右に宝箱。南極の風。あんまりアイテム使ってないな、そういえば。うわー、敵のブレイブアタックか。こっちも先手必勝で。てか、リピートでいいや。3ヒットしないとやっぱ弱いな。うおー、なんだ。痛い、めっちゃ強い。これ最悪。おお、結構食らうな。回復させよう。一応ポーションそこそこ買ってきたかな。よし、オッケー。これ一転してピンチになるからな、しくじると。子守唄が結構うざいからな。眠りのやつなんてあったかな。これは混乱。毒。ないな、眠り向こうは。うん、こいつらも炎に弱い。
ひでえ。左下に宝箱があるけど、これこっちからはいけないか。サブ、いいやつが入ってないな。早い攻撃が。殴れ殴れ。うお、これは何、しびれ花粉。鬱陶しいな。うお、いてー。もうほんと最悪だ。倒せ。よーし、状態異常がかなりきついぞこれ。仲間同士も思ったよりのあれがないからな、マジックパワーが。まあどっちかっていうと器用貧乏だな今は。洗濯バサミ、洗濯バサミ絶対眠らないこれ。ほら睡眠無効化。洗濯バサミなんて装備すんのか。痛いなあ。まあ、どれくらいの洗濯バサミをつけるか。おお、600円、結構お金が起こってるな。それはいいな。ファイラーでもやっぱ買っといた方が良かったかな。え、めっちゃガードしてんだけど、トロル。これやばくない？アッパーケットって何？サイレス使ってきた。いやーこれはまずいなー。粉ぶりが来るな。うわぁ、 150% かよ攻撃力。エンジェルマネー。いやいや無理無理、これマジックは減んの？減らないねさすがに。なんかバカの一つ覚え逃げだな。意外に敵が強い。ポーション大事だな。これはあそこに旅人がいるけど、アイテムは回収しときたいんで。テレポストーン、ミスリルナックル、これ両手持ちのやつだからな。おっと、あ、待って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 、遅かった。出て出て、うわ遅かった。イデアが沈黙だ。完全に攻撃の無駄だな。いや無理無理無理。どうする、とりあえず山彦装で直しとこう。でグレイブをかけて、こいつ何に弱いんだ。エアロ、ファイヤー、ブリザード、ブリザード、トギア。めっちゃガードしてるよ。いいねー。なんか思ったよりの火力が出ないな。何なんだろうな。そしてもうマジックパワーがない。ただ旅人のところに行けば回復ができるから、そこまで我慢だ。万能薬、おーい。直前で敵が出た。敵の先制攻撃かよ、しかも。うわ、しびれ花粉。
エンジェルマネー、いいね。隠した最悪ちょっとリピートはカットだな、これ。そしてただマジックパンねえやもう。うお、めっちゃ左右使ってきてんな。とりあえず寝かしてくれ。テント。これはカット。赤間同士もどうなんだろうな。やっぱファイラとかブリザラあたりがないとちょっときついかな。まあいいや、とりあえず全開したんで行きましょう。おお、なんか使ってる。いや、邪魔をしに来たっていうか、私は別にほらあんたの邪魔。イアルキー君に上泉さんの、そう、ああ、剣の話を聞きに私の元に通い続けていた君がピタリと来な、辛い思いをしているのだろう。その壁を越えられなければ、病床にいながらではあるが、君が就職した動力推進本部とやらは、おそらくそろそろよ。しかしそれは会社、将来有望な君に任せる事業の重責に負けない体力と、最初はあえて辛いことをさせるでしょうと、君の上司にあった剣の素振りと同じ。君は私の本から剣を学び、この後、しかし一所に腰を据えて、諦めずに歯を食いしばって、いいこと言うね。神秀也さん、どんなことがあっても新人をいじめ抜くような職場、思い出しなさい。ここ1ヶ月のあなたには幻、あなたと私の名は、ま、君は迷ってます、大いに。でも一度決めたことは、神泉さんの通信教育で学んだ極意通信教育って一番大切な、え、これ何、どっちがどっちだよ。連れて帰ると上泉か、ここに置いていくと召喚士か。どっちがいいんだろうな。召喚士も捨てがたいけどな。ちょっとこ、でもな、剣士系もちょっと欲しいからな。連れて帰る。いや、何も言ってこないんだけど。そうね、じゃあヤルキー君戻ろう。まずは無断で逃げ出したことを、無断欠勤、上司の人にちゃんと謝ろう。それが剣の道。はい。何を言ってるの。納得がいくまでやってみて、それでも嫌なら。でも君はまだ納得、これで召喚師と戦うってことにならないよね。まだあの場所で頑張ってはいい。まずは戻っ、はい。そうやって会社に飼いならされるの、豚野郎。私は許さない。いいだよ。彼を連れて行くというのなら、私は、私とここで醜い殴り合いをしてまで。おお。召喚師のアスタリスクが手に入ります。ソードマスターのアスタリスクは手に入りません。いや、ソードマスターが欲しい。戦うのはちょっと。それでいいわ。よし、よく考えた。よく考えた結果、選択肢は逆だったってことが分かった。俺はソードマスターが欲しいんだ。迷ってま、あー、はいはい。でも一度神、これは泉さん、ほい、ここに置いていくと。そうね、
さっきと言ってることが全く違えな。望まない職場で望まない歯車でいる必要はないわ。どっちやねん。イデアさん、いいのかい、イデア。仕方ないよ。職場の人や師匠には私から伝え、君はメフィリアの助手をしっかり務めて。どうした。お、いや、このたわけがとし、師匠。ソードマスターのアスタリスク所持者、剣聖信綱上泉、元は広告軍第一師団黒金の刃の団長であり、イデアの剣の師匠でもある。あらゆる剣技に精通し、剣聖の異名を持つ。その人徳ゆえ、師と仰ぐ者が多い彼。果たして彼がイデアに伝えることとは。このナレーション喋ってんの誰？話は聞かせてもらった。大体な。じゃあ、彼の言い分も分かってやってください。そうだそうだ。俺にソードマスターのアスタリスクをよこせ。イデア、君までも。師匠。君は歯車になるということが、社会に出て右も左も分からぬ未熟な者が一人前の歯車になれるかどうかを自問する前に、そんな弱々しい少年の者が仮に他の道に進んだとして、イアルキーの精神を軟弱にしてしまったのは、そしてそんな意見に加担、どうしてもイアルキーに職を辞めさせるというのであれば、お前を切り捨てる。イエーイ。師匠と戦ってでも辞めさせる。俺はソードマスターのアスタリスクが欲しいんだ。これ完全に毎回二択だな。どうやら君の少年から叩き、さあ行く。もはや名乗る必要などあるまい、剣聖神泉。雑魚敵も一緒にいるじゃん。とりあえず雑魚敵をなんとかして倒そう。いや、ちょっと待って、とりあえずトルネードあたりやっとくか。渾身劇で、あ、投げるってなんかある。レイピア投げてみようかな。劣化のウルフ、いてー。うおー、混乱になった。結構強えな。ウルファング、ケアルラあたりやっぱ買った方が良かったかな。あー、混乱直そう。混乱を直すのは何が、これか。恐怖だし万能薬しかねえ。使おう。うおー、いってー。うおー、踏ん張ったー。これはちょっとまずいな。どうせなら時を止めるか。ザ・ワールド、時を止まれで回復させよう。マグノリア、アビリティのすっぴん技の半分、これハイポーション使う。味方全員 OK。 It's show time。 時間停止よ。とりあえずちょっと持ち直したかな。バイソンホーン。ケアルで回復させて、こいつはまあ普通に攻撃しよう。投げる。そうだよ、投げるんだよ、レイピアを。うわー、いって、強いな。反撃してきた。いてて、こいつ上手。投げる、弱え。これちょっともう一回時止めよう。ザ・ワールド、限界突破、行くわよ。よしよしよし。ウルフハングと、そうか、防御力も低下してるからな。
いってこいつ超強い。うほー、やばい、エビで対応する。基本的にボスがめっちゃ強いなこのゲームは。フェニックスの、いってー、やられたー。うほーか、やばい。行きがけのダッチも使ってきやがる。ちょっと今のうちに回復させないと。フェニックスのが全くねえな。これ次死んだら蘇らせらんない。ここでちょっともう一回ザ・ワールドを使いますか。ブレイブリーセカンド、スピン技の半分こハイポーション。 SP は8時間ごとに溜まるわ。うん、気の長い。よし、これでちょっとはなんとかなったかな。エアロ、待って、あ、ケアルラ買ったんだ。忘れてた、ケアルしかないと思ってた。エアロ3連発でいくか。こいつはちょっとハイポーションで回復しとこう。くらえ、よし、ちょっとデフォルトで貯めて調べよう。リベンジャー、うわー、また4700もあんのかよ。どっかで多分こいつめっちゃ使ってくるんだよな。そんなことねえか。バイソンホーンとウルフファングと、バイソンホーンとウルフファングと、こいつはもうエアルディア。やっぱブリザラ買っとくべきだったな。本心劇、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 本心劇と。うおー、エビで対応するが来た。最悪だー、これ全滅する恐れがあるぞ。うおー、いてー、うおー、やられて、さすがだソードマスター。なんてことだ。食らったら死ぬ、死んだー、全滅した。ここまで戻されんのか。うん、ちょっと戦略を立て直すかって言ってもな、ユーの剣技じゃなくてこいつが一応スピン技つけとくか。半分こがあるからな。よし、行こう、リベンジ。これはもうスキップと。私は別スキップと置いてって、スキップ、勝負だ神泉。そうか、
この雑魚敵3人もな、意外と鬱陶しいからな。お、SP がなくなってる。時が止められない。もうマジかー、これはきついなー。まず剣道の渦じゃなくて、いいよ、劣化の渦か。とりあえずライトに入れや。これ2番目のやつが強えかんな。お、ライトニングに弱い。ウルフファング、この2番目のやつをとっとと倒そう。間違えた。でこいつはちょっとスピン技でハイポーション。いってー、よし、間違えた。いやー、半分こめっちゃ役立つわ。よし、こっからが勝負だ。とりあえずバイソン砲1回ずつにしとかないとな。こいつはちょっと半分こきたー。いいぜー、めっちゃ食らう。ケアルダを使おう。デフォルト、デフォルト。どうしようかな。とりあえず1回ずつ攻撃するか。あとはちょっと攻撃あるのみで。わかった。いいって。うおほ。耐えた。時間は止められないから。2回連続でエビ隊をやってくることはないと思うんだよね。ここは勝負に出る。で、ケアルラをちょっと2回唱えよう。これで回復できるはずだ。死ぬと嫌だからこいつもちょっと半分こにしとこう。うおー、いてー。あ、そうだ、攻撃しないと適性が上がんねえんだ。ミディアが殺されたか。対抗者もだいぶ減ってきたな。うおー、やられた。あ、 BP がない。こいつ今チャンスだ。4、 OKOKOK、 今だいぶ減らしたぞ。これで必殺を使おう。ライトニング、ライトニング、ライトニング、ライトニング。400くらい渡るか。覚悟しろ。
よし、超強い。ウルフファング、ライトニング、渾身、自分で回復しよう。ポーションでいっか。馬の耳に念仏か。いってー、超減る。イデアがまた死んだ状態だ。だいぶ経験値に差がつくな、これ。おー、なんか、キャッチミーとかいうの手に入れたぞ。よし、ソードマスター刀。エビで対応する。いやー、やっぱボスが強いっすね。剣の神髄は師匠。あ、とりあえず死なないんだ。よかったよかった。なんだかすみません、指定で争わず。ううん、私からも礼を言う。別にあんでもアマテラスをしっかりと見つけて。わかったわ。月日は流れて。ああ、イデアさん頑張ってるのね。ええ、充実した毎日を送っています。ここに戻ってきて本当によかった。そう、君。ええ、そうです。なになになにって、なんでスクワット。大丈夫です、イデアさん。いやいや、何無駄話してる。いや、やります。よろし。そうですよ。いいんですね。自分で。確かに最近はちょっとおかしくて、何の脈。なんだこいつは。何。いいえ、違います。これがか、そのはず。ほら、何そのへん。はい。よし、とりあえずソードマスター。イデア死んでるし、マグノリアあたりをソードマスターにしようかな。ちょっと寝よう。その前に100円。安い安い。マグノリアすっぴんだろ。次何呼ぶん。あー、防御力 20% アップか。これは欲しいな。あと少しだから、とりあえずこれを覚えたらソードマスターにしよう。チャリオットって次なんだ。武器回収って何。投げた武器を回収できる。あ、いいね。フェンサー、反撃のバイソンか。なるほどね。ファルコンクローってかっこいいな。フェンサーはボス戦で結構役立ちますからね。ソードマスター、刀の心得。出る杭は打たれる。行きがけのダチンいいっすよね。 33% の確率で追加攻撃。欲しい。ま、いいや、とりあえずはこれでいこう。あれ、アニエス様がいない。どっか行っちゃった。はい、というところで、まあ上泉戦1回死んじゃいましたけど、無事ですね、ソードマスターを手に入れることができたので、サブイベントもこれで終了ですね。なので今回はこれで、一旦終わりたいと思います。